話題に入る前に、元旦以降三が日に発生いたしました能登半島地震をはじめとする災害、そして事故、火災などで被災をされました皆様にお見合いを申し上げます。そして一日も早い復旧復興を記念を申し上げるところであります。また、その間といいますか、今もその対応にご尽力をされております関係者の皆様に、心からの敬意を表する次第であります。それでは、会見の話題に入らせていただきます。本日の話題、モニターに表示している通りでございますが、3件ございます。1つ目は、帯広市、冬季防災訓練について、2つ目が、価格高騰重点支援給付金について、3つ目が帯広氷まつりについてであります。では順に概略を説明いたします。はじめに帯広市冬季防災訓練についてであります。来る2月17日17日土曜日と18日日曜日の2日間、対象地区の帯広第7中学校で冬季防災訓練を開催いたします。訓練は市民参加型の訓練として、震度7規模の地震による災害を想定し、関係機関の協力のもと給水や応急手当、食事作り、避難所の設営訓練のほか、4年ぶりに学校の体育館を避難所と想定いたしまして、宿泊体験を行う予定であります。参加を希望する方は、今月31日までに電話やメールによりまして、危機対策課へお申し込みいただきたいと思います。冒頭でもお話した通り、能登半島で起きた最大震度7の地震による、甚大な被害とともに、真冬に起こる災害の厳しさも目の当たりにしたところであります。この訓練を通じて避難所の環境、それから日頃から備える大切さをご理解いただいて、地域の防災力の強化につなげてまいりたいと考えております。皆さんの訓練参加へのご協力をよろしくお願いいたします。次に価格高騰重点支援給付金についてであります。この給付事業につきましては、先月の12月定例会で議決をいただいたものであります。物価高騰による負担が大きい低所得世帯の負担軽減を図るため、3種類の給付金を支給いたします。いずれも令和5年12月1日時点で、帯広市に住民登録している世帯が対象となります。1つ目は令和5年度の住民税非課税世帯を対象とした給付金で、1世帯当たり7万円を支給いたします。対象となる世帯には先週の4日に確認書を発送しております。その確認書を帯広市へ返送いただいた方から随時支給してまいります。2つ目は令和5年度の住民税均等割のみ課税されている世帯を対象とした給付金で、1世帯当たり10万円を支給いたします。昨年10月から12月にかけて北海道が実施いたしました1万2千円の臨時特別給付金の対象者と同じことから、その給付金を受給した方は申請の必要はなく、2月下旬に支給いたします。それ以外の対象者は申請が必要となりますので、1月末に郵送いたします案内文書をご確認をいただき、5月末までに申請いただきたいと思います。3つ目は、今説明した対象世帯において18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人当たり5万円を加算いたします。手続きは不要で、2月下旬をめどに支給をいたします。これらの給付金に関しては、広報帯広2月号や、市ホームページでもご案内するほか、市役所3階にコールセンターも設置しておりますので、ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
次に帯広氷祭りについてです。来る1月26日金曜日から28日の日曜日の3日間、緑ヶ丘公園一帯を会場に第61回帯広氷祭りが開催されます。恒例となっている滑り台や氷のレリーフをはじめ、市民参加の氷雪像や市内の小学生が作る表情豊かな氷のお面で皆様をお迎えいたします。このほかマウンテンバイク乗車体験などのアトラクション、そして冬の夜空を彩る花火、十勝のグルメを楽しめるアイスマルシェも行われます。そして今年は自動運転バスの実証実験も予定をしています。運行するコースですが、緑ヶ丘公園北側の駐車場からグリーンパーク周辺の道路を走り、自動遊園駐車場までの約1キロメートルの区間を1日8往復いたします。バスはエストニア共和国のオーブテック社製で、北海道では初の走行となります。最先端の技術を間近で体験していただきたいというふうに思います。今年もさまざまなイベントが詰まった3日間となっております。暖かい服装でお越しをいただき、家族やお友達と一緒に十勝帯広の冬を楽しんでいただければというふうに思います。私からの話題提供以上3点であります。